はいどうも、言いたい放題の時間です。はい、言いたい放題ちょっと定着したね。あのね、最近ね、もう一つね、新しいラジオブログ始めたんだ。で、キャスマの話をしようと、マリックチャンネルっていうのを、別にね、スマホから上げられるね、やつでやりました。これもね、そのうち皆さんに紹介しますから、ぜひね、楽しんで、今、テスト放送だけあげます。で、今回の言いたい放題は、これね、アラブのことについて言いたいことなんですよ。アラブ。だから、アラブっていうのは、アラブのテロとか。それも含めてね、これ言いたい放題言いたいな、みんなの認識ね。でイスラム教いっぱい友達いるけど、今俺がね困ってるのであって、なおかつちょっと言いたいっていう感じでね、言いたい放題をね、アラブのこと言いたいんですよ。で、フェイスブックでもアラブの人といっぱい繋がってるんだけど、アラブの論理っていうのはお話し合いの余地がないんですよ、ね。で、これね、ちょっと俺のね実体験も含めてねやってみたいと思います。よろしいですか？はい。それじゃあ、皆さんね、これまで言い慣れてないでしょうけど、言いたい放題チャンネルね、はい、みゆちゃんもこれね、よく認識してお願いします。それでは行きましょう、言いたい放題チャンネル。でね、アラブ、どんなことが起きてるかって言ったら、アラブのね、アハマダとかいうよくわかんない人が、フェイスブックで長い間やってんだ。仲いい友達。でね、彼らは、自分がね、アラブとロサンゼルスがどのくらい離れてるかよくわかってない。何度も言ってんだけど。実際のこと分かってないんですか？そう、だからね、朝方連来てね、元気、仕事頑張ってるとかやってくるの。実際は分かってない。で、レスしないじゃん。そうすると、なんでレスしないんだよってしつこいの。10列ぐらい並んじゃうの。だからね、あなたね、今ね、俺たちこれ深夜のね、3時から5時だよって言うと。地球が丸いことを理解してる。そうそうそうね、そんな、だってこっちは昼だぜ。それはおかしいだろうってのがアラブ君。地球を見てくれよっていう。ちょっとさ、あんたたちの言いたい放題、それでいいんだったけど、うちのワイフがもうすぐ子供が生まれるんだって、金が欲しいんだ、金送ってくれっての。なんでそれ？それで、ウェルスファーゴから送れるか送ってくれって。だから俺ね、今お金ないし、こっちも大変だから、例えばほら、送ってくれよって逆に言ったら。そうそうそう。だから逆にね、そんな問題じゃないんだって言ったわけよ。結局、こっちだって、いろいろとね、要するに熊本の震災があったりなんかして、募金やっても集まんなかったりとか困ってるわけじゃない、だから、そんなこと言ったって無理だよって言うでしょ。で、もしかして欲しいんだったら、フェイスブックだとかそういうところで、ファンドを立てて、それでお客さん、みんなから集めればいいじゃんって言ったら、いや、俺はウェルスファンがあるから、そこに送ってくれと。だから、送れないって言ったの。そしたらね、そしたらいつも、はいってまたやってきてね、ね、お金送ってくれよって、今お金してたので、毎回同じこと。俺も必要なんだよって言い返そう。そう、俺も必要だって、俺が必要なんだって。だから、俺アラブのいっぱい友達あるけど、多分そのアハンマドさんにしてみるとさ、自分の意思だけなんだよ。そうなんだ。話し合いの余地がある。これね、自分勝手な、イスラム全員に言えてることなの、はっきり言って。イスラムの人たちが力の弱さ強さってのがあるけど、基本的には自分の都合で動いちゃうところなんだ。だから俺が何度も思うことなんだけど、例えばアラブでね、エジプトでもいいや、ツアーに行って、ツアーってわけじゃないんだけど、ほらあなたも一緒に行ったわけだから分かんないけど、まあ、案内してもらったと。そしたらガイドの女の子が、日本語喋れる女の子がね、私日本の文化センターがあって、違うか、文化センターでお相撲見てんだ、で鷹の花って素敵よねって言って、例の話なんだけど、鷹の花素敵な、私鷹の花と結婚するの、するしたいじゃない、するのって言うと、彼は結婚してるよって言うから、いや大丈夫だって、4人まで結婚できるんだ、すげえ断言がすごい、いやでも日本のあれはできないよ、大丈夫、彼がアラブになればいいんだから、すごい、この問題ないでしょ、勝手ない、いやそれ当たり前に来るんだよね、韓国やなんかとはちょっと違った論理なんだけど、自分のこの、あれだよね、そう、だからするのって断言されちゃったら、アラブの人たちってのはね、ちょっとね、日本人とは仲良くできるっていうのは前も何度も話してんだけど、日本人はいつでもイスラムになれるのよ、アメリカを解放したらイスラムになるんだから心配しないでねって感覚あるじゃん、ね、言われちゃうんだよね、なりたいんだから日本人は、知ってるわよ、ね、なりたいわけじゃないんだけど、なりたくはねえんだけどって、で日本人ってまた謙虚だから、いやなりたくねえよお前のとこなんかって言えねえじゃん、言えないから、あ、いいねとか言っちゃうと、まあ、そんなこと言ってもね、アメリカはね、いい国だしとか言ってもね、アメリカはいい国なんていうのはあんたおかしいわよと、あれです、ね、言われされてんでしょみたいに言われちゃって、そう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 、なんかかわいそうにとか言われちゃうって、なんか、いやだからさ、それを考えた時に、うわそう、アラブって大変だな、大丈夫、私たちはみんな殺してあげるからって言われるよ、アメリカ人が、なんか怖いよね、アメリカ人は本当殺してあげるって言われちゃう、心配しないで、もうすぐだからと、怖いよな、でこれね、現実的に本当にあることなの。それでね、例えばエジプトに旅行に行った人たちってのはね、旅行をたくさんしてる人たちは、ツアーガイドたちが昔の韓国なんかと同じような発言するのをね、多分聞いてるんじゃないかと思うね。韓国は昔、例えば日本人のツアーに行くじゃない、そうするとさ、昨日日本とバスケットボールの試合が韓国ありました。日本負けました。これだけ。はい、次の観光地行きましょう。なんだそれ。必ずこれが入る。何が言いたかったんだ。いや、だから、韓国はすごくて日本はダメだってことを言いつつツアーが。だから、日本人ってさ、お金払えば、ちゃんと相手のことを立てるじゃない、
立てるよ。でそれが全くないね。でね、アラブもそうなんだよ、実を言うと。あ、そう。でヨルダン以外ね、俺が行ったとこでは、うん、でヨルダンってのはすごくあの頭に渦巻いてる、あの乗っけないような人たちが多いから、うん、であのヨルダンの女の子たちとかさ、あの髪の毛伸ばしてて前髪出してるやつもいるし、うん、あの本当にいろんなのに顔出してるのいっぱいいる、うん、イスラムは弱いってわけじゃないんだけど、そのあれだろうな、まあ、開けてんだね、きっと。でも弱いんだね、イスラムはな、多分な、きっとね。なんで弱いかって言ったら裕福だから、国が。なるほどね、うん、だからね、言いたい放題言わせてもらっちゃうと、うん、皆さんが言ってるアラブに対するその慈悲の気持ちってのはこれは全く通用しないんだ。俺本当友達多いんだけど、アラブは今でも、うん、でだけどやっぱりね、それはね難しいことで、やっぱり宗教が入ってしまうと別問題になる、うん、あのなんていうの、うん、豊かな人あげるのが当然みたい、罰金じゃないけど、うん、なんか豊かにな生まれたから、その代わりそれを寄付しないと罰を受けるみたいな感じの。そうだよ、もちろん、うん、そういう思想だから、だからだからすごいかったの、いろいろ話してて仲のいいやつと話すんじゃない、そうすると仲いいよねって、うん、でもさ、俺がさ、イスラムのあれを認めないってどうするの、当然お前のこと殺せよって言うんだ。え、友達でも殺すんだ、だってお前殺したらさ、 次世代でイスラムになれるんだよ、嬉しくないって。次の来世って、ね、来世って考え方っていうかさ、あの、うん、死んだ後次があるから、あのキリスト教から含めて天国思想みたいなのがあって、ね、イスラムも同じのもあるんだよ。そうするとだってお前殺してもらったらさ、うん、次に行けるんだよ。死んだ後の方にいい世界があると考えてるから、ね、だからお前の体に爆弾撒いてアメリカ人とかで爆発したら、お前はそれが分かってたら、うん、あの絶対にさ、いい世界に行けると言われるんだよ ね。そこがおかしい。だから死刑が多いんだよ。これ会話できないよね。できないよ、うん、で簡単に死刑になっちゃうじゃん。そうだから俺ね、だからイスラムの本当友達がいていろんなこと、今もあれで金くれって言った人いっぱいいるんだけど、あの話にならないの。本当にいい人もいるんだけど、やっぱりイスラムに強い人っていうのは話し合いできないよ。できないんだよね。これだけは困ったなと思った、うんうん、だから日本人ってさ、すごく良かったのか悪いのか分かんないんだけど、うん、神道ってのは人の宗教を許しちゃうじゃない、認めるじゃん。そうだよね、うん、お互いのこの共通点を見て、だから他の宗教は宗教同士で売られるじゃん。だから宗教自体に問題があるのかなと思っちゃって、例えば、うん、あの創価学会だそうだしさ、うん、まあ創価学会の人友達いっぱいいるからね、うん、これも言い過ぎかもしれないけど、やっぱりさ、あの宗教とかそういうのにあんまり意識すぎちゃうから、うん、靖国神社に、ね、鳥くぐれねえとかさ、ね、まあそれはまあ信条としていいけど、まあ、うん、だ人に押し付けないでくれたらいいよ。そうだね、自分の中だったらね、自分のベジタリアンと一緒だよね、うん、だから俺だって別にさ、創価学会の登山会行ってさ、ね、はい、そうですねって言えないもん。だからみんなほら言いまかしちゃうけど、うん、はっきり言ってさ、やっぱりでも俺なんかほら仏教の勉強をいっぱいしてね、うん、仏教のこと語れるようになっていってるよね。じゃないけど揚げ足取り集団の中だから、うん、まあ本当にね、そういうこと考えたら宗教対立とかそういうの大変だなと思っちゃう、ね、今日この頃だよね、うん、だってさ、なんかさ、クリスチャンとカソリックの違いもよく分かんないっていうか、うん、どっちもね、ジーザスクライスト尊敬しててさ、まあ正確に言うと違うんだけどね、うん、まあ、マリアカソリックはマリアさんだけど、でもやっぱジーザスのあれじゃん。そうだよ、だから産んだマリアのことを言うか、うん、両だけど、でもやっぱジーザスが飾ってある。だからジーザスはだって、クライストはだってそうじゃん。まあこれはね、うん、ちょっとはっきり言っとくと、うん、クライストっていうのはなんでそういうふうにあれかって言ったら、そこは完全無欠のものなんだよ。生まれたところからでしょ。うん、マリアさんは、処女会にしたっていうことのあれ状態がなければ、キリストを産んだことに対して懐疑的なんだよ。うん、だから、あのマリア様から認めるのがクリスチャンは純血じゃなくて、カソリックだけなんだ。うん、そこはね、あの絶対異論来るけど、これ言うと、うん、あのキリスト教やってる人が異論来るけど、ね、実際そうなんだよね、うん。どっちもなんかさ、同じ人なのに、なんか。同じ人ってみんな同じ、イスラムもみんな同じ人だよ。でも違うんだ、イデオロギーが違っちゃうと、うん、全部だから昔の共産主義とやっぱりさ、うん、その資本主義は絶対違ったと同じで ね、こんなの同じ人間だから赤アリと黒アリぐらいでやっぱり殺し合うような運命になる。すごいよく分かんなくてね、うん、言いたい放題だから言うよ。そもそもさ、うん、人間が粘土でできてるわけないじゃん。でもそれ真剣にまだ信じてる人たちいるって。そうだよ、だってキリスト教なんてのはさ、それをさ、粘土でから生まれたと同じような形じゃなきゃいけない。第二の進化論なんで、いい迷惑な話でしょ、うん、でさ、なんていうの、肉に魂が入っちゃったから罪になっちゃったみたいなこと言うから、うん、だからそれは人それぞれだから、うん、日本人のいいところは相手の宗教をボロクソに言わないってことだけだからさ、うね、どうぞお好きに お勝手に、ね、お勝手にっていうかね、うん、そんな感じだよね、うん、まあ言いたい放題言うとすっきりしちゃって血圧が下がるかどうかは別としましてあの傾向が似てますけど、まあ、うん、あの後戻りできないような話ですね、うん、ただまあその宗教行った時イスラムを俺は本当付き合ったり行ってたくさん行ったけど、あのそんな簡単じゃないよと、平和主義って日本しかないからと思って、うん、日本しかない、ね、あとは一時のそういう平和左翼活動者がアメリカで言ってるだけだ、ね、うん、これはだから本当に平和って言葉は正月になることだと、憲法9条だってもってのかな、無理でしょ、ね、
さあということで言いたい放題言いました。明日の個人の中では少しね頭の話をしましょうということでまた来週です。さよなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。